えー、就労移行支援を経て障害者雇用で週30時間勤務で3年働いています。在職中。なるほど。えー、手帳は精神2級です。フルタイムに挑戦してみたいと思い、ああ、週30時間じゃなくて40時間で働いてみたいってことかな、えーと。気になった求人にたまに応募するのですが、いつも書類選考で落とされます。原因が分かりません。手帳が2級なのが問題なのか、職務経験が少し弱いのか。 自分でも書類選考すら通らない理由が分かりません。何かアドバイスをいただきたいです。あ,ありがとうございます。えー、っと、サボさんはどこの就労講師に使ったのかな開園かなもし開園だったらまだ、もしかしたら定着支援の期間と思われるので、まあそこで聞いていただくのがいいかもしれないですね。 でえー、っと精神の2級だから落とされるっていう可能性はゼロではないです。まあ、3級の方がね、まああの、いわゆる軽いっていうのは、まあ、企業さん知っていること多いので、まあ、2級の場合は確かに当社の場合も聞か,れます聞かれることが多いです。なんで2級なんですかと。なので、その通訳をしてくれる支援者がいない状況で、新ただ単に。 あのまあ、自分一人でこう応募しても落とされている可能性は高いと思います。まあ、逆に言うと支援者が入ると、その2級っていう状況でも安定しているっていうのは説明できるのであれば、まあ、それによって解決するかもしれないですね。で、あと、職務経験が少し弱いかとか、うんと、それもあるかもしれないけど、まあ、ほとんどの場合は自分が受かりづらいところを受けてるからですね。はい。だから、 お給料とか正社員とかまあそういうようないろんな条件が重なるとやっぱ受かりづらくなるのでまあ受かりやすいところっていうのはサボさんがまだ発見できていないっていうことかもしれないですで大学受験とかって偏差値があるから自分が受かる受からないって大体あの可能性分かって受けますよねで就職活動でそういった偏差値がありませんなので実はかなり受かりづらい会社に かあのそれを分からず受けているケースはものすすごくたくたさんあります、まあ、そういったあの「あなたはこの辺り受かりやすいですよ」ってアドバイスをするのが就労移行支援とかでもありますし先ほど言ったようにあの勘違いされるところを通訳するっていうのが、まあ、役割でもあるのでちょっと今の状況だとあの支援がいないところだとやっぱり受かりづらいのかなとは思いますで解決策どうするかそうだな えとまあ、3年でその有期が終わったら、あ、終わんないのか、これ。正社員なのかな、契約社員なのかな、分かんないですけど、もしだから契約が終わったら、また就労講師園にあの、えーまあ、自,自治体があの受給者証を発行してくれたら通って、そこで正社員に行くっていうのがまあ一番まあ確実っていうかな、確実っていうと言葉が。 あ,のあれか100、100%に聞こえるか、可能性が高い方法だとは思います。はい。そうですね、確率が高い方法だとは思いますが、そうでなかったら、えっと、例えばマイナーリーグとかもそうなんですけど、推薦状みたいなのを書いてもらっているので、そういった支援者みたいなのに入ってもらって、一筆書いてもらうとかっていうのもちょっとありかもしれないですね。はい。 あ,あ,あと海柴浦さんが書いてある通りで、えー、みんなが知っているような日本の大手企業は身体ばかり狙っているそうなんですよね。はいまあ、なので、えー、ちょっとどこを受けるかっていうのが大きくあの間違っている可能性があるかなとは思いますね。<music>